待たせたな、てめえを成敗しに。うるさいわね、黙ってて。なんだよあれ。まさかあれがマリさん。どうしてあんな姿に。これが兵道の歪みが現れた姿ってことか。何なのかしらあなたたち、私の、あと少し、あと少しで私は主張を続けるだけの票を。違います、マリさん、それはあなたが人の心をねじ曲げて奪った。それに今のままではあなたの部下職員の人たちが倒れてしまう。誰も信じられなくなるのもわかるよ。でもだからって人を傷つけていいわけない。うるさいわね、私は間違ってなんかいない。汚職を働く職員は徹底的に働かせて更生させる。私を裏切るクズ主義どもは全て粛清する。私に従わない市民の票も私が全部食ってやる。そうすれば誕生するのよ、まっさらで美しいスノーシティが。彼の言う通りです。マリさんが集めた人々の願い、それは本来それを奪って思い通りにしたところで何の意味もありません。人は自ら立ち上がって答えを見つけ出す。そのお黙りなさい。いいぞノワール、もっと言え。マリさん、あなたが人々から奪った数々の願い、この美少女怪盗と怪盗団が今宵頂戴いたします。本当に嫌になっちゃうわ。私も邪魔ばかりして。あなたたちみんな、私が食べてあげる。あなたは間違っている。黙れ黙れ。私を否定する者、おとなしく食べられなさい。なんだこの料理、スカすげえうまそう。んなこと言ってる場合じゃないっての。来るよ、目障りなのよ。えい、おいやさん、強敵だが天丼属性が弱点だ。それを狙っていけ、食らいなさい。おお、ノワールナイスだ、うまくいったな。はっ、変わって、はい、テールストーリー。ここで次に違うよ、私は間違ってないのよ。敵すっごい苦しんでる、連動属性が弱点みたいだぞ。なんなのよ、来たれ、私の邪魔をするな。敵の攻撃力が急上昇、とぼけの雰囲気だぞ。これまでです。来たれ、あれ、グッジョブ。やっ、せいよ、せいよ、ヒュースライム、目障りなのよ。せっかく白く染めたのに。あいつ呪音属性が苦手みたいだ。やってやれジョーカー。続きます、ジョーカーの追撃がヒット。やっ、私にやるぞ。そう、
やだね、ウカキ自動部の遠距離ハッキングできたぞ。北西だ、終わる前に起動して。怒りで我を忘れてるわ。みんな気をつけて、あいつメンタルも超不安定だ。今なら粘土属性で大ダメージ狙えるぞ。武器が止まった。よっしゃ、反撃開始だぜ。チェンジだな。わかりました、まとめてミラに。よし、やるな。すごい、ナール、サポートを止めて。私まだよ、まだ。おとなしく食べられなさい。マルさん、もうやめて。優しかったマルさんに戻って。覚悟はいいですか。これまでです。やっ、やーっ、どうよ。強敵だが粘土属性が弱点だ。それを狙っていけ。していた部下のことも、自分を陥れようとした市議の人も、そして事故で亡くなったあの子のことも、すべて自分が責任を負って二度と悲劇が起こらない町を作ろうとした。そうなんですよね。何の罪もないあの子が犠牲になったのは市長である私の責任。部下の裏切りのせいで、腐った連中の金勘定のせいで、私が退けばいいとも思った。でもそれじゃダメなのよ。次のクズが権力を手にするだけだから、私は市長であり続けようとした。どうせ食うか食われるかの世界なら、私が全て食ってやると。たとえ偽物の票で得た地位だとしても、それで悲しみのない世の中を作れるなら。とだって私が食われたら、誰があの子の死の責任を取るっていうの。あんな小さな子が亡くなったのに、私は悪を一掃することもできずに。今からでも遅くない、
事件の真相をみんなに語ってください。そしてもう一度やり直して。そんなこと無理よ。私自身が市長であり続けるために真相を隠すことに加担してしまったのだから。これでももう立ちなさい、兵藤真理子。そこで倒れたままでいいのですか。あなたの優しさは、意志は、こんなことでつまずくような弱い思いではなかったはず。だから立って立ち上がりなさい。たとえつまずいても何度でも立ち上がるのです。その言葉は、そう、昔マリさんが私に送ってくれた言葉です。たとえ真実を告白しても必ずマリさんの思いを見てくれる人がいます。そんな王冠の力に負けないで自分の意志を思い出してください。そうだぜ市長、負けんなよ。あなたの気持ち絶対みんなに届くから。私もお父様が亡くなって心が張り裂けそうだった。でも怪盗団のみんなのおかげで前を見て歩けるようになったんです。だからきっとマリさんにだって何度倒れても立ち上がることを教えてくれた強くて優しいマリさんを思い出して。そう、ありがとうハリちゃん。間違っていたのは私の方だった。職員には無理難題を押し付けて、おかしな力で無理やり市民の支持を得て、支援に駆られて、いつの間にか最初の思いを見失っていたわ。自分がどうして市長になったのか、誰からも愛される素敵な街を作ること。だからもう一度立ち上がってみせる。二度と間違えたりしない。こんなもの初めから必要なかった。はるちゃん立派になったわね。あなたのお父様もきっと天国で喜んでいると思うわ。マリさん、喜ぶ？